始まったか。はい、わかってる。はい、おつべる、わかってる。さあ、おはようございます。さあ、中堅こうなって、夏やね。レッツゴー、レッツゴー。ははは、タイトル変え忘れた。一年目秋になってるかもしれない。ふぅ、今から書いとこう。もう書いてないんだっけ。まいっか、一年目秋からやったことにしよう。まああんま間違ってね、一年目秋からやったことにしよう。八百屋さんから新入生の履歴書が。声もうちょいでかい方がいい。俺が近づくかって思ったけど。あああああ、どうでしょうか。どうだい、これで良いか。聞こえますでしょうか。物理ででかくするやつおらんか。あげたあげた、今ちょっと。オハベル、はい、麦さん、オハベル、オハベル。いや、これででかくなったと思います。俺今気持ちでかい声出してるで、いけます。よし、さて、いくぜ。いつの時間でも、あ、麦さん。そこはもう、社会人の基本は、一番初めの挨拶はおはようございますなのでね。では、とりあえず、夏隊やろう。夏隊の結果によって、変わりますね。甲子園出れるんやったら甲子園までかな。もう少しでかくですかい。なるほどな。もう、俺、マックスにしちゃうわ。マイクでパワープロ下げるわ。完璧ちゃうか、これで。だいぶでかい。黙れ黙れ。ちょっと前まで社会人やって。パワープロ下げなくていいか。あああ。こんなもんかな。よし、コミニッコも150キロ投げるようになってる。左のチャットみたいな。ああ、あれな。見える見える。両方上げてくれてもいい。ちなみにな、マイクはもうマックスやから、もう近づけるぐらいしかやることがない。なるほどな。これマックスやで、俺の。ほーん、ほーん。まあでも、今いい感じか、一旦。だいぶな、いい感じやな。限界値、これが俺の。オッケー、それでいこう、オッケーオッケー。これが俺の。どうしようかな。まあ、ムイさんはミートか、一旦。おっと、いい感じ。ああ、あざあざ。いい感じならよかったよ。いや、マジで。助かる。おっと、ああ、ポコタ。こんちゃこんちゃ。ああ、魔王の魔はどうでもいい。来たでな。よいしょ。S さんも足上がりそうで。アシリか。まあ、ちょっとこともね、言いますんでね。声ちっちゃくなったの今自分でも分かった。宮本はマジで打てへん。なんていうか、データ高いだけじゃあかんないな、このゲーム。今日明日の実家帰る日を使って、かぐや様のパチ、何やってんだ袋、何やってんだ。
実家に帰る費用を使ったらお前実家に帰れないじゃないか。勝ったん？負けたん？オッケーオッケー、テンション上げてくれるのありがたくて、まあ、1回戦な、1回戦もうちょちょいと行こうで、2000円で6点勝ってるやん。なんや、勝ったんかい。そういうお金で売ったパチンコって大体負けるんじゃないの？勝つんかい。張り切ってるなぁ。出んのかい。小麦っ子 TTV がいつでも、ちょっと待って。すごいスカウト評価。あと俺、全然信頼されてない。小麦っ子 TTV から。こんなことある。1年目からむちゃくちゃ頑張って使ったところである。時々レバブルで痺れた。ああ。なんかあるんだよね。そういう設定が。聞いたことあります。調子がマシ様アルート小麦っ子の調子が、お待たせいたしました。一級による、あーきといんや。2000円で初当たりは、まあまあそういう日があってもいいか。なるほどな。あーいいよね設定、まあ、演出を楽しむゲームかあれは。いいなぁ、なんか、まあそんなにやりたいと思わへんねんけど、怖いから。走れ小麦っ子ー、走ればいける。あ、惜しい。やっぱりやれか、足強化月間に入らないと。なんか2点取られてる。ちょっと待ってください、麦さん、やっぱ信頼度が足りてない。俺への、もうちょい、もうちょい信頼してもらわないと。数字に表れてる、信頼ないのが。あー惜しい。なんか2点取られてるのはなんや。結構やっぱり、ね、俊足かないと。ゴーン。わー、まあ流し打ちか。マヒ様ナイスバッティ。1万ミリ、本当に。あ、信頼度に依存するんよね、ここの数字って。おかしいな、小宮山、これいけんちゃう。1万ミリだったよ。カート飛ばせケリオでコポン。いやこれはナイスバントなんじゃなあ。まあこういうことか。うーん、こういうことか。まあまあまあ、小宮は狙ってますか。ああさすがに技ありかも。じゃあ、まあ、小宮山はそういう選手ではあった。ピッチャーやけど。あ、惜しい。小宮狙ってこれか。熱いな。麦君5なってる。これオマで信頼度上げに行こう。あ、惜しいね。アルトな。アルト急成長使っときます。はい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 、まあ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 、はいはいはい、まあ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 、まあ、いいかんないあるある。相手チームエース投げてこうへんっていうな。基本背番号10とか11とかのピッチャーがさ先発するんよ。来ませんね、勝ち越しを許すわけには。いいやん。
重そうなストレート。重そうなストレート。第3球を投げました。オーケー。足弱いけどキャッチはできる女。これで2アウト。今日みんな調子悪い。第9。てかね、バッテリーが調子悪い。あ。バッテリーがね、不調マークなんよね。で、マキ様が絶不調マーク。まあ、これ、不調に戻して、マキ様はさっきも打ってるから、バッテリー、あー、ピッチャーとキャッチャー2人合わせてね、バッテリーって言うんよ。そう、バッテリーがね、調子悪いです。2人ともね、青いで。見る？ほら、小麦粉あると麻痺様が悪い調子が。これタブーン、ラッキーボーイ、それか代打出してワンチャンこっちに変えるまである。じゃあ一旦宮本信じてみる。この捨てで打てんかったらもう打てる分も打てんで。オッケー、もう使わん。もう使わん。はいはい。もういいです。もう最後のチャンスすら終わった。今。今日はここまで3打数2安打。投げた。もう。富田が。第3球を投げた。打ちました。ファースト。よしよしよし、ナイスナイス。ファーストなんか戸村に変わってね。出てみよう。ここ。ここ。いけるで。大丈夫。次。よし。ナイバッティン。オッケー、次アルトマンね。いらない。いらないっていうか出せない。よし。ナイバッティン。来た、ワンアウト満塁で4番？これまさか。よし、ナイバッティン。よっしゃー、まずは同点。5番ね。まあ、このパワーでデフライが打てないわけがない。しかも対左 A。 よし、OKOKOK、 見えてんね。うん、まあ、次、あ、来た。お疲れ様で。ナイス。これな、イニングの途中で返へんのよな、相手は。え、タム、うわあ。打っちゃうんだよな、タムが。タムが打っちゃうんだよ。満塁ホームラン。パスタムで。デコも来て、これ江島外野ろ。ポッタオルで袋を出して、一回走ってみる。いける気がすんねんけど、無理かな。肩 D やろ。え、ちょっと待って、天聖プロや。あ、これ DNA の東や。これ一回行ってみてもいいけどな。第9投げました。1球目ストレート空振り。第2球インロー見送ってストライク。第3球を投げた。ボール。はいはいはい。
4球目打ちました。走れ。亀島掴んだ。セカンドから一塁送球。惜しかったな。スリーアウトチェンジ。武者リードで迎える8回です。 DTV 信頼度上げよう。おまで見送ってボール。いやー、まあまあまあちょっとヒヤヒヤしたけど、1回戦はこんなもんやでな。さすがに中堅校1回戦で消えたらなかなかよ。投げた。空振り。少し意識しすぎたか。第4球を投げた。カーブ見送ってストライク。すごい球投げる。1年生か東。まあ、去年のアルートみたいなもんやね。ああ、あー惜しい。セカンド掴みました。これで2アウト。ランナーあります。アルトマン降板した。勝手に、ちょっと待って、勝手に降板はちゃうやん。あかんて、コミニッコ絶不調やのに。緊張に弱いコミニッコ。弱いか。言うて打ってるけどね。おーおーおお。鉄壁。まあ、こっからじゃない？尻上がり。コミニッコは死んどる、さすがに。コミニッコはちゃんと死んでた今。どうなったんやろ。ツーベースヒットを放ちました。ピンチを広げてしまいました。ランナー2人を置いて迎えるバッターは矢口。今日はここまで3打席。いや掴んで1三振。直球見送ってストライク。いきなり150。今度も最後の年やで、ちょっと頑張ってくれな。そう、打ちました。いや使っとくか。取りました。これで3アウト。2者残塁。8回までが終了しまして9対4です。ナイス。武者ダメ押しのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー2塁。タムがバッターは2年生タム。今日は満塁ホームランを放っています。フォール。やつ感はそんなに、なんかあるよな、アビとして使うには強いイメージないから、もう使えるときに使っとくか。ウェイ。終わり。惜しいね。トムラなんよな。なんかトムラが出てるんよ。サンタカタンはどこ行った？なんかあれやな、途中なんか最後まで試合出るみたいな設定にするの忘れてるわ俺。多分勝手にトムラが出てきた。タカちゃんはさっきに行った。高校生、高校生、高1やねんけど。まずいな。落ちる？あ、落ちない。お酒買いに行った。まずいな。愛知、この回はクリーンナップからの攻撃になります。一旦ちょっとだけあれかも、俺頑張って目つむらなあかん。じゃワンアウト取ったらコミニッコ投げさせてみるか。第9ボール。まずはインコース高め。な、コミニッコ見てみたい気持ちあるよな。こういう試合じゃないと投げさせんのはむずいから、なんとかなるやろ。オッケーオッケーオッケー。ワンアウト取れれば、はい、ナイスー。ついに4番相手にコミニッコ投入です。ついに来たコミニッコ。さあ、精密機械、精密機械な。いや、球速いで、コミニッコ。変化球からなんや。コミニッコ、小麦っ子バッテリー、熱いな。違う、ストレート、ほら、ストレート。150キロのストレート持ってねえから。はい、はい、135キロ。あ、絶不調。絶不調すぎる。真のバッテリー。あ、そっか、麦さん。アルートとは、真のバッテリーにはなれへんってこと。そっか、そういうことを思ってたんや。それは、ごめんな。コミニック抑えるやん。ビジネスバッテリーやったんや、アルートとは。アルートが泣いちゃってるでな。体力なさすぎて、出した一人で終わった。で、ポコタ出して、ウサギ出して、オッケー。そんなこと、こんなにドモドモしてるよ。多分思ってたでな。おももさん後ろ姿オムライスやな。
淡々と抑えるやん。左中間へのフライですが、レフト前に出る。ナイスゲームセット。武者まずは初戦突破です。1回戦を見事勝利、2回戦進出を決めました。勝ち。いやー、熱かったですね。初戦突破だー。おお、満塁男になって、しかもホームラン打ったのに満塁男の安打なんや。なるの。お、小麦っ子さん、ミートがいいに。うさぎもパワーがいいに乗った。いいね。おもものスカウト評価上がった。いじまくんは出てた。いじまくん出てたかな。これやな。これ、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 あ、これでしたらあれや。試合出てないタイミングもこれになるから。これでいいか。よし。OK。さて、2回戦行くか。励ましとくか、誰か。テンションを上げるために。袋のテンション上がった。ナイス。これあれか、パチンコで今日買ったからか。ならずもの3、ほんまに終わってるよな。校長。もうちょいなんかええのなかったんか。ケチつける。持ってるんよ、だって。そう、前も同じのくれたでな、校長。校長ナイス。テンションはここで上がんの激アツ。はいはい、2回戦ね。これ調子が頑張ってない人もいる可能性あるんで、これでみんなのテンション上げます。あ、いいねいいねいいね。テンション上げれば上げるだけいいからな。ムギスさんはいつでもいつでも張り切ってるね。素晴らしいことやで。おらんかったことなくない、ムギさんが。まだ不調やこの人。選択肢にムギさんおらんかったことまあないな。2番やで選びやすいんだな。間違えた。ちょっとだけ爆速になった一瞬。よっしゃ、ナイスバッティング。おー、走れー走れー。やっぱプロになろうっていう気概の選手は違うだよ。もうめっちゃ笑ってる。あれあれ、0対0で迎える3回です。2アウトランナーなしという場面でムーディ初球から打ってた。あー、惜しい。いいんじゃないかね。二塁まで行ったよ今。うん、二塁まで行った、二塁まで行った。ツーベース。まあ相手のエラーからまた、え、なんかはちゃめちゃに点取られる。高田さん、ここで一本欲しい。え、今のはね、あの二塁まで行ったんやけど、後の後ろのバッターが打たなかった。まあ、一旦ね。おっしゃ。そう、後ろのバッターがちょっと打たなかったから点入らんかったか。まあそういうこともね、あるから。麻痺様。頑張れ、落ちろ。なんか間違いがあって、うちらハクション。ランナーそれぞれ一塁三塁に戻ります。無理やった。ランナー二人を置いて迎えるバッターは田淵。最初のバッターボックスはダイヤゴロに倒れています。ワンアウトなの熱かった。あ、さあ麦、あ、そう、表が終わったってこと。そうそうそう、だから点数入らなかったね。2球目ストライク。とまだあるよ、まだあるよ。投球は3球目投げた。よし、ナイバッティング。ほら、あ、そうそうそう、あのイニングが終わったから変わったのと、
栄冠ナインのなんか仕様でなんかチャンスで他のバッター、こうやって他のバッター操作できるようになるのが3回からか4回からかなんよ。初回から3回ぐらいまでは本当に選んだ人以外は操作できないっていうのがあって、あ、惜しい、走れデコボン、あー、そっちにそれたらそうなるわな。そうっていうのがあるんで、これマジで盗塁できそうではある。片地、あ、送球しか行けそうだけどな。一回走ってみる。負けてるタイミングでやることじゃないか。第9投げました、初球を打ちました、走れー、まあまあこれ俺が悪い、どまいどまい。無者、ここは踏ん張りどころ、ツーアウトランナー二塁という場面で判定何で取られたんやろな。マウンド上ピッチャーはアウトマン、アウトローへ、違う、まあこういうこともある、こういうこともある。まあ5イニングもやってたら、5イニングもやってたらこういうこともある。まあ次ほら見てチャンス来るな思ってた、普通にチャンス来るでなって思ってたから。でも違うね、送りバントはあんまり好きじゃないね。いや、やらないといけない場面もねあることは分かってるんですよ。走れー、これ半分ぐらい送りバントやろこれ。よしこういうことよね。これここっす、うまい。こういうこと、まあ、一旦もう一点欲しいな。サブさん頼んだ、知ってるよ、打てるよ。おい、ナイス。さあ、4球目。あー、うわぁ、アウト、スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって。むっちゃいいプレイするやん。びっくりした、今。はい。出ましたよ、と。あ、あるな。ナイス。相手のセカンドビッビッた、今球際強すぎ。うわっ、フェアや、なあ、やってい TTV 来た、 TTV 来た、これおまろくやん。 OKOKOK、 なんかホームラン狙ってる、いけ、攻撃行こう。 OK、 いいぞ、見えてるぞ。よっしゃ、ナイバッティ、ボールは中継、武者ここで勝ち越しました、4対3、いいやん、行くぞアルトマンも、行くぞ、続け。まあピッチャーのあれはね、基本取れへんね。ピッチャーの守備が高いか、その一個特殊能力でなんか打球反応みたいなやつがあるんやけど、それを持ってないと基本ピッチャーに正面に来るゴロは取れない。あ、惜しい。 OKOK、 赤とき行くぞ。よっしゃ、もう成長著しい、ミナの成長が、赤ときもホームラン打つようになっちゃった。4番すぎ、さすがに。このタイミングでちゃんと打つの4番すぎかも。ナイスすぎる。もう、誇らしい、みんなが。みんなの成長が誇らしいです、監督。オーディン、日足走る。うひょー。あまりにも4番やったな、今。
球目。もう高め。オッケー。さあ、次は5球目。低めのボール引っ掛けた。取れる。よっしゃ、ナイス。これで2アウト。ランナーは1塁2塁変わりません。おお、ホームラン打たれたんや。だからか。一気にパパーンって3いかれたもんな。まあまあまあ、ホームラン打たれることもあります。いいね、今のストライクはさすがに曲がり幅でかいか。これそう、こういうの、こういう緩いゴロとかフライはピッチャー取れたりするんやけど。オッケーオッケー。ちょっとゴロとかでコロコロってきたやつは取れなかったりが多いね。ピッチャーゴロはもうセンター前に抜けていく。オッケー、ナイスー。藤立て、ほい、いいね。まだまだストレート140出るね。おーおーおー、もうもうもういいか、ビーンボールだよ。ほい、ナイスー。来た DTV、 打率も3割乗ってきて、3割打てれば一流打者言われてるから。うわ、ナイバッティーン。打っちゃうんよね。アトマンもね。打てんちゃうこれ。はい、惜しい。次だ。いけ。おい。ナイス。おい、見えてんね。行こうで行こうで。パン。おー、はい、ナイス。あまりにも、あまりにも打ちます。赤月も打率3割あるな。ちょっと2年生がやっぱ打ちすぎか、これ。まあ、今もう2年生と1年生しか試合出てへんねんけど。最高学年の自覚が。おいおいおい、全部。しかも満塁男です、この人。見てください、満塁男持ってます。魔物ね、まだ俺この何、このシリーズ始めてから魔物一回も使ってないんだけど、一回も使ってないねんけど、結構ポロポロするな。まあまだ敵がな、弱いからポロポロするんよ。うん、おお、びっくりした、びっくりした。うわー、今のはね、多分打球強かったからヒット判定じゃない、あ、ヒット判定やな。そう、打球強いとそもそもびっくりマーク出んねんけどみたいなのがあるから、これあれやな、ちょっと代打とか出してあると多分いけるで。これ今からね、こうやって、なんていうんやったか忘れた。こうやって打席立ちます、もう代打出しますっていうのを続けるだけで、試合出た判定になるよね、これ。これで、試合出た判定を続けていくっていうのが、ありますね。どうしようかな、打ったことない人打たせてみてもいいな。ここと言っとくか。ポコタ打ったことあるわ、そうや。この前代打で出したら打ったわ。いけない。いいね。ポロポロ。いいよ。よっしゃ、ナイバッティ、おい、打率。打率10割。ナイスバッティーン。これ、ダイソーとかもありなんよね。
黒にして、そうやな、第2球投げた、はい、あー惜しい。これで2アウト、ランナーは1塁3塁変わりません。第9投げた、初球打った、あー落ちないか、落ちないな、惜しい。バババこんなにこうしてウサギサード出して、オーケー。さあここは9回の裏、アマ後半に入ります。この回の先頭バッターは筒井、今日はここまで3打数1安打、2三振。テレ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 、第2球ターン、おい、まだ140出る。第3球をテレ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 、ナイスオー。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは川崎、川崎に変わりまして、第9バイク、川崎バイク、PK でヒア、ナイスー。なんかマスターもあれやな、なんかもうちょいなんか呼び方あったらいいねんけどな。本堂も出しとっか、さあここ第9投げました、内角低めいっぱい。ピッチャーはね、一人残しとかないと怖いからな、こうなるで。終わった時にキャプテンがものすごく励ますから、ラッキーではある。次の投球投げました、2球目空振り、1球1球に魂を込めて投げ込みます。マウンドはアルトマン、投球はこれから3球目、アウトコース低め、外れてボール。第4球を投げました、打ちました、うーん、ナイス。ヒル、ボールを掴んだ、頭から、いいね、気迫を見せましたが、ここは及びません。ゲームセット、ナイス、いいね。もう皆が活躍する。さすが4番やったな。3、さすが2か、むちゃくちゃいいやん。基礎してもね、なんか見栄え良くなってきたよね。小麦粉のスカウト評価がかなり上がった。あ、カツキのスカウト評価かなり上がった。熱い熱い熱い。プロ行くぞ、全員で。次3回戦かな。おお、アルト。あ、小麦子さん、17歳のお誕生日おめでとうございます。いやー、お誕生日7月の10日ということでね、納豆の日ですか、おめでとうございます。ね、それさあ、3回戦だぜ。お、珍しくいない。さすがに2年生か。さすがに新しすぎるか、うちの高校。2年生と1年生しかおらんな。3年生はクビです。みんながクビになった。決勝の舞台を目指します。決勝の舞台を目指します。一塁側豊明、三塁側武者、観客に見送られて守りに切りました。さあ、3回戦プレーボールです。水曜総合戦力ビーマー、右の若妻、まずは1回の表、トップバッターは佐藤。なるほどな。ちょっと待ってな。総合戦力 B は聞いてないな。あ、ラースターン、そう、栄冠ないんだよ。
知り合い全突破栄冠ないん。オッケー。善逸や名字。まあまあまあ、何色にもなれるっていう意味のね、色がないで無色ですか。なんか守備うまくね。よし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 、いっちゃおう。シンキングツーシームとかリアルで見たことない。早い早い、149キロは早い。クイーナックル、ナックルエグい。やりないんよな。えぐくない？こんなピッチャー来られたら困るんやけど。普通に困る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 ー。でこれ多分転生プロです。困るー、そういうのむっちゃ困るー。これな、引っ張ってほしいんやけどな。2かー、2厳しいな。そう、栗林やったね、今。2厳しいな。新レーダー頑張ってくれ。あ、うおー、もう打つなら、打つなら何もないです。自分打っていただけるならもう何も言うことありません。タンタガタンはチャンスに強い。チャンスへ、盗塁へ、ムード×。レッツゴー。そう、ここでタンタガタンよ。あー、これ、1点。動かない、三塁ランナーが。肩強すぎ。肩強すぎ、もう。マイズ様行こう。いや、惜しかったな、マジで。肩強すぎ、今の。これ、3球目ぐらいで作っていきたい。あー、外した。え、ちょっと待って。うわ、うわ、2020の仕様は違ったかな。さすがに肩強かった。これさ、一回ウエストしたらさ、もうそのバッターウエストしかせえへんみたいなバグがさ、一生治らんかった時代があったんやけど、違うみたい。違うかった。よかった。やとしたら押し出しやもんな。オッケー、見えてる、マヒ様。いやー、高さん今の惜しかったでな。おー、見えてんね。ボールじゃない？あ、惜しい。いける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 。全然いけるよ。150キロぐらいパンと打ち返してくれ。いける。あ、惜しい。いや、惜しかったな。スイーズもうちょいでかかったんだけど、スクイーズガチで失敗するんやな、このゲーム。怖すぎ。2点取られててくさ。まあ、ピン、チャンスの後にピンチありか。よく言ったもんやで。ナックルエグエイ。ナックルエグエイ。わあ、長手。ああ、惜しい。ああ、って、もうリカバリーが早すぎる。リカバリーが早すぎるよ。取れる。よし、ナイス。おお、同じ場面。いけるよ。一旦ホームランでもいいしな。150キロ出るんよな。早いわ。いや、これうまいうまい。よじゃない、待って、1点。ナイス。高さん打てちゃうんやから。いや、もうここ点取られたら結構きついで。うーん、
まあ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 今打っても熱い、今打っても熱い。まあ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 、ここはもうこれで抑えよう。次次次発しとくな。でナイス、取れる、よっしゃナイス。いいやん、いけるよ。3点ぐらいポポンのポンよ。もうピッチャーもう体力なくなってくんねんから、全員いつもどんどん体力なくなってくる。ちょっと待って、それはまずい。すっごいの打たれた今。こんなんある？え、ちょっと待って、近藤に変わってる。それはま、それもそれでまずいな。勝手に変えない設定になってるはずなんですけど、勝手に変わらない設定になってるはずなんですけど、違う、バッターとしても結構まずい。それ3番バッターおらんなった今、うち。やべえ、3番バッターいなくなった。え、佐藤ちゃん、ナイスすぎ、ナイスすぎ。もうこの、このソロ熱すぎ。あー、代打来た。ちょ待て、頼む、お前が打つことによって結構変わる、結構変わる今。結構変わる、キャプテン。ほんまに。あの、結構ネタなしで結構変わる。キャプテン。いいよ、いいよ。見えてる、見えてる、見えてる。あー、まあまあ、いい、いい、いい。見えてる、見えてる。行こう、暁。4番として、今日、ファボル、ファボル、エラー、ファボル、ファボル、エラー、ファボル。いい、もう、もうそろそろやん、じゃあ。見えてる。もう、素晴らしい。選球眼が素晴らしい。ああ、もう今のはボール、ボール、ボール。審判がある。あっ、惜しい。逃げられてた。いや、マジで、ちょっとずつ、ちょっとずつ行こう。1点ずつでも返してったら間に合わへん。あ、惜しい。あ、次の回ね、次の回でいいやん。次の回4点取ればいいんやから。4点じゃあかんわ、5点取らなあかんわ次の回。あ、ちょっと待って、ピッチャーマジで俺、あ、やばい。延長はない、うちに延長はないぞ。ピッチャーがいない、待て、やめろ。もううちにピッチャーはいない。コミニッコ、バッター一人投げたら引かれちゃうんやから。ピンチを広げています。おもおもいける、おもおもいけるぞ。おもおも34キロ入ってまだ点取られてへんやん。いいね、いけると思う。む、いけると思う。むコミニッコとも、おもむともな。いいやん、おもむ、お前できるやつやん。ああ、全員おるやん、スタンプに。いや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 、このヘナヘナスライダーかな、ふんやから。デコポンやろ。ちょっと違うね、なんかな、おるんちゃう、打ち気おらんかったっけ、どっかに。おらんかったわ。なんかやりたいってキャッチャーを、キャッチャーやりたいって言われたから、まあいいよって。玉ハイヤ、このピッチャーも玉ハイヤ。あと、なんかすごいノリノリやねんけど。キャッチャーですって言ってバッターのスタンプ送るんやな。いけるよ。うーん、弱い。野球が。いけるいけるいける。さっちゃん行こう、さっちゃん行こうよ。さっきホームラン打ってねんから。
もうここもポンポンポンでいこう。ゴリゴリで悩んだらストレートしそう。なんかまあそうかも。いける。よしよしよし、見えてる見えてる見えてる、いけるよ。よっしゃ、何やってもうこっからなんやから。さあ TTV、 OK 見えてる。あ、外れ外れ。あー、カバー早すぎ。ハードカバー早すぎ。オッケー、代打。ハードのカバーが早すぎるよ。おい、ナイバッティン。いけるよ、勝つけ。よっしゃ、あ、惜しい。惜しかった。ちょっと敵強いって。惜しかったな。惜しかったです。相手強いよ。2年じゃ無理だよ。まあでもこれ、来年集大成見せるってことか。おももさん高速スライダー4になってる。まあまあ次じゃない、結局。これでも次あれやで、キャプテンか。さあ誰がキャプテンにふさわしいんでしょうね。天才肌キャプテンにしたらなんかいいことあったっけ。なんか性格によってな、キャプテンにするといいことは悪いことあるんよな。調べよう。先生がキャプテンにしたら何かいいことあったっけ。お調子者か、キャプテンは天才肌がいい。天才肌にしよう。お前がキャプテンだ。ああ、ありがとうな、西村さん。次来ました。ちょっと古い髪型か。で、欲しいな。守備期待切った。そう、ルートはね、むちゃくちゃ、化け物やで。1年生からエースしてる。あのね、まだ彼女と続いてるな。悲しいことに。よしよし。まあ、ってことで、オーダー変わんないんですよ。変わんないんですよね、オーダーは。ちょちょちょ、袋さんは走るって決まってるから。まあ、こんなもんかな。まあ、もうそろそろ大丈夫、別れさせてあげるから。任せてよ。守備か。おもむのコントロール経験値いらんかったな、今。アルート全振りしてほしい、そこは。まあ、あれやね。ちょっととりあえず、秋やな。選抜目指そう、3年の春。3年の春出て、レベル上げて、夏、集大成で臨みたいから。とりあえずあれやね、秋の大会は4勝したいな。2勝2勝で。そこを目指そう。あとは、いや、送りバントな。マジで失敗した時のキョモキョモプリンがえぐいからな。やったら打たせてアウトになってほしいよな。三振でもいいから。
荒くれ者にならずもねた。明日守り方、そうね。相変わらずのアウトローぶりだった。ほんとならず者さんがもうマジで外れすぎる。圧倒的に。あ、来た、ダンベル来たのがあってて。あ、ウサギ。野球の時間じゃあ。見たかった。こうだね。バロラントでエーペックス。ネオンを使うということが今ね、文脈からね、読み取れましたよと。いいやん。また一緒にやろうぜ。まあ、ちょっと教えんのは違う人に頼んでほしいんやけど。教わるのか。始まった。ウサギおもまルートね。まあ、ルートバッティングもせないかんからな。まあでも一旦ピッチャー能力上げとくか。はい。パワーヒッターのある方。ないなら広角打法なる方。こっちや。おい、あー、マジで怪我しにくさ、もう野球マジで知らん。オッケーオッケー、もうここで勉強していき。怪我しにくさはね、今度やろうと思ってるペナント回すときはむっちゃ大事やねんけど、栄冠ラインでは怪我しません。チャンス欲しいか、チャンス欲しいか。あ、タブさんがダメ押しになった。あ、チャンス D 上がったのは熱くて、調子安定熱くて、ナイス。ダンベルか。おー、いいね、ローボルターも。パワーひなったー、カツキがパワーひなったよ。あっち。今回むちゃくちゃ来てるな。さすがにこれか。うお、込み日光、込み日光、込み日光が今クイック B になったな。ちょっと待って、これあー、よくない、残念。ちょっと麦さんにごめん、ちょっと彼女と別れてくれっていうところやった、今。危ない危ない。そんなことにはならんかったわ。変化球磨いといて、デコポンはパワー G 消えたしな。ミットあげとくか。で、麦足早なってもらおう。バランスいいな。タムもミートでよくて、ウサギもパワー上げとくか。明日様弾道上げます。カタカタ、よし。タム、甘えたこと言うな。よし、甘えたこと言うんじゃないよ。休めると思うな。特訓マス、カモン、特訓マス。あー、目の前にある特訓マス。じゃあいらん。いつかはね、でも来年は甲子園よ。何マス特訓マスまで。8か。いけるな。
もうそろそろムイさんキャッチャー B 取ってもええんちゃう、そんな気する。むちゃくちゃ練習効率上がった。あーテンションなかった。あー来た来た来た、小麦っ子来た。キャッチャーないんだよね。何欲しいかな、悩んだかな。逆境かな、嫌んだよな。ないけど、取ればでかい。内野安打取っとくか。これで足早なったら内野安打増えるでな。OK、ナイスー。ナイスやん、ナイスやん。ローボールヒットやろ？ゴロ打って、走って、内野安打、レッツゴーやん。ちょっとずつ足早なってきた。ナイスプロは一気に感じたようだ、まあ、アドバイスはね素直に聞きましょう。うわ熱っ、アルトの動きが今日は警戒だ。熱い1ないから1、3枚いきたい。まあ1枚でもいい。次2引こう、1か2引こう。オッケー。とりあえずアルートかな。はちゃめちゃに強くなってもらいたいところである。伸び強い、キレ丸強い、奪三振強い。うわー迷うところではある。キレ丸も強いんよな、奪三振強いんよな。奪三振強いな、奪三振いけるか。あ、惜しい、惜しかったー。ああアイテムなんかないか。あ、ない。あ、特訓終わった。だ欲しい時にないんよな一マス。ああ、誰や、宿題やってないんだ、タブさん。宿題やらねば。ポコタの出会いで校内放送で野球部が紹介されることになった。いいやん、ナイスやん。あー熱っ、これ来年選ばれたいな。素晴らです。さあ9月、素晴らしかったね。コミニッコどこまで行く。これでもあれやな、まあいいか、おもむさんに投げてもらえばいいから。コミニッコはこれでよくて、うん、まあまあいいでしょう。カクロさんがどんどん足速くなっていってる。うんうん、あミートビニになった。で総力上げて、マイス様もいい感じやな。赤トキが強いな。肩守備オッケー。テレテアガツキはね、なんか不思議な力ですっごいスライディングキャッチしてくれるからな。あんまり守備上げてへんのよな。一人打力特化おってもいいでなって思って。大会オーダーはもう、夏から変わらないっていう。
でも夏から変わらないはね、うちのね、むちゃくちゃいい点だと思うんですよ。ベストメンバーやからな、夏から。あー、5位か。まあ、5位ならダメよな、そうよな。ナイス。東海高校ってなんか前一回練習試合やった気するな。メッサー絶対ファマンでいいとこ踏んだ。1マス、1マスしかない。これで選べるところ1マスしかないぞ、ミスター。あー1マスやけど、特訓マス来た上に1がない。話しすぎ、いろいろともう噛み合わない。もういつでもいつでも張り切っている小麦っ子 TTV。 調子が、小麦っ子 TTV の調子が絶好調や。これ売ってくれます。あっしー、なんかこれでツーアウト、ランナーありません。パッと見の打球むっちゃヒットやのにな。試合はこれから中盤4回に入ります。転がせ6、こんなことある。ああ、おわ、なるほど、これが分かってたんか。4番来ちゃ、いいよ。なんかね、ポロポロするね。サークルチェンジいく、いける。よっしゃ、あーちょっと上がりすぎた。これいける、三塁いくんよね。走塁意識丸です。これ ETV盗塁意識丸です。欲しいね、ガイアフライ。あー、ナイバッティン、打っちゃえば何でもいい。タカさん、いけるでな、いけたい。おい、ナイバッティーン。いけるよ。もしさんも続こうぜ。いける。よっしゃ、ナイス。おい、いいね、ムービングなんよね。サークルチェンジムービング。あー、惜しい。レベルローライ、レゴポン行くぞ。走れー、おじい。いけるよ、 TTV。 はい、惜しい。なんかかっこいい応援か。投げた、打った、走れー。まだやった、投げました、走れー。おい、あー惜しい、飛びすぎた。急成長ありがたい。アルトマンいけるよ。いいね。うん、まあ我慢してもらいましょう。ずっとね、我慢させてる、ずっと。
武者、ここは失点したくないところ。ノーアウトランナー一塁二塁という場面でバッターは2年生島野。第2球投げました。取れる。ライト前進、ヒット、センターからセカンドへ。あぶね。二塁はセーフ。島野ナイスバッティングです。ちょっと落ちるところが。大丈夫大丈夫大丈夫。初球ストライクから1点取られてもいい。別にまだ6回よ。7、8、9あるんやから。高めボール球打った。センター前進してくる。掴みました。走るよね。まあ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 、1点しゃあない、1点しゃあない。これで抑えればいい。ピンチヒッターは草野。ここの1点はもうしゃあない。こっからこっから。第2球投げました。低めストライク。いやん。アルトのね、投球数がまた100球を超えました。うわっひー！クリーンヒット。打球が転がっている。ボールは中継。東海さらに1点追加。まあ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 、しゃあない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 。もう2点ぐらい、2点ぐらいバッターたちが取ってくれるさ。2点ぐらいバッターが取ってくれるさ。6回3失点で負け投手にしていかんよ。第3球を投げた。インコース低め、ストライク。追い込んでいます。追い込んでから投げた。よし、ナイス。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第9あれな、あるとあと9回までにあと4つ三振取ってくれたらワンチャン脱三振得のつくかもしれない。第3球を投げました。オッケー、いいね。ここは第4球を投げました。よし、ああ惜しい。さあ、5球は5球目。ナイス。オッケーオッケー。ワンナット1塁でしょ。あれやでな、もう勝負かけていかないかんかも。今日はセンターフライとサードゴロ。ウサギいっとくか。代打はウサ。うさぎ、これ麦さんとフォーム一緒やな。え？びっくりした。めちゃくちゃいいやん。ないバッティングすぎ。うさぎ、これいかん。しかも二塁いける。素晴らしいです。さあ、これ田渕さん打ち気のはず。ああ、そうやな。ストライクね。第3球を投げた。おお、ストライクかそれ。しゃあないしゃあないしゃあない。次次。第4球を投げた。よしよし、ナイス。武者1点返しました。田淵タイムリーヒット。今日初めてのヒットになりました。バッターはトップに返し、さて行こう。さてちゃんこれ打ってるよ。ストライクなんだよねそれ。よし、あっ、あー頑張れー。あー惜しい。打球強かったのに。お、ちょっと待って、惜しかったな。まあまあまあ、これ1点差でしょ。8回9回、青ハケマスがデコポンしかいない。1点差は全然なんだと。ああ、それしちゃダメ。そうなんだよね、そうなるんよな。スクイズの使用やめてほしい、マジで。もう諦めてファーストに掘るっていう選択肢がないんよな、このコンピューターたち。まあ2点ぐらい、あ、8回9回1点ずつ取ったらもうそれで2点ですやん。ちょっと待ってください、ちょっと待って、赤トキー。しゃあないな。しゃあないな。まあ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 。その分打ってくれますから。
151キロ。今まだ頑張れ。取れる。よし。あと一人抑えて。取れる。ナイス。よし。こっからですやん。こっからですやん。TTV が打ちますやん。はい。次。もう打てる球だけ打てばいい。はい。もう今のもいらんならもうフランでいい。もう次。次。惜しい。リードで迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という場面で。まあ9回ね、3点取るだけやから。3点じゃ4点か。6、7、8、9、いける。第3球を投げた。インコース高めストライク。いいやん。いい球やん。よいしゃー。最終回行こうで。ボール。さあ。まず先頭出ましょうぜ。いい、もう。ほら、疲れてきたで、相手。これあります。いけるぞ。オッケー、見えてる？はちゃめちゃに疲れてる、相手。あーし！祖父江はなんか、見たことあるな、なんか、この感じ。中日ドラゴンズとかにいそう。いけるよ。あーし！惜しい。ヘッドスライディングまで。ポポタは結構打ってるんよな。いけるよ。こっから。ツーアウトからなんて言いますからね、野球は。惜しい。いや、いけるね。こっからやろう。いけ、走ってくれ。いける。惜しかったね。これちょっとまずいで、これね、評価が下がる説がここそこになりそう。いや、まずった。ああ、下がらなかった。ラッキー。ふう、どうしよっかな。どこまで行こうかな。もう来年までやることがない。どうしようかな。まずいです。これむちゃくちゃ強い外野の転生とかをスカウトしてくるしかない。とあとは練習試合に3試合したいな。ウサギが監督にゴマをするためにグラウンドを整備している。そんなことないよな。あ、対戦試合来たわ。練習試合来た。行くぞ。
練習試合何回かして、ちょっとこの空き体分補填しよう。練習試合も経験値は入ります。いやー惜しかったなー。いつでもおるな。どうよっかな。3月ぐらいまで行くか。卒業まで行って終わるか。で、次の新入生何も作ってないから、ちょっと次までに作るか。頑張って。もう、新入生で作る人おらんでな。どうしようかな。線画やな、これ。これむっちゃ線画やな。ソフトバンクやな。おい、ナイバッティン。プロからね。ああ。プロからヒット打ってしまうんだよな、小麦っ子 TTV は。おお、ホームが千賀やな。てれてれてれてん。てれてれてれてん。いい球掘ります。千賀滉大。ああ、フォークが。いいやん。てん。カットボールエグ。てて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 。ナイス。走れー。よしよし、もう実質送りバント。はいはいはい。てて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 。おい。走れー。おー、セカンドランナーだけ走ってる。あー、いいアウト？セーフじゃない今のは。疑惑です。今の疑惑の判定です。はい、行こう、サトちゃん。絶不調や。まあ、いけるべ。ミートカーソル、ちょっとちっちゃいだけ。ちょっとちっちゃいだけ。おい、あー、惜しい。惜しいです。てれてれて、急成長。よし。てーてー。てれて。はい、ナイス。よし、ナイス。取れる、取れる。ナイス。ナイスー。ここだけの話、いい押して。もうここだけの話になるか分からんけど、全然いいですよ。はい、ナイスー。なんかここだけの話か。そっか、買ったから。熱いな。モデチェック割れた。どこに引っかかったんか分からんけど、モデチェック割れた。マジでどこに引っかかったんやろ今。
いいやん、8時の。今、モデチェック終わろうとやったな。おい、ライバティーン。いいやん。何があったんやろな、今。何のモデチェックか分からんけど。いいね、カプキー。わかんない。どこが引っかかったんかもあんま分かんないけど。いやー、いける。ナイス。ペイペイかな。いや、ペイペイは引っかからなかったな、今。ちょ、そこ探さんでもいいか、別に。ヒットエンドラン。ん？よいしゃー、ナイスー。チキンレッド。どこで引っかかるか。あ、惜しい。テレ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 テン。お、ナイスバッティーン。違うんや、82ドル。俺そこかなって思った。テレ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 。まあな、それこそ。おい、あー惜しいね。無職。無職はちょっと俺がチェックか。俺チェック入るかも、それは。それも俺チェック入るな。俺がバンしようか。一旦。なんか、今日一日までで人として終わってる生活送ったせいでずっと眠いし、なんか。なんやろな。よっしゃ、あー惜しい。俺チェックしか入らへん。モデ様のチェックはモデ様が率先してニートいじりしてくるから、モデ様的にニートとか無職はなチェック入らんのよな。あ、惜しい。お、いた。おい、ライバッティー。これあと1点で終わるのまずいから、ちょっと出しとくか。チャンネル、ハンスメーカー。モデ戻ってきた、おかえり。モデ様、ちょっとさ、聞いてや。なんかさ、無職とかニートとかさ、ちょっとこれモデチェック入った方がいいんじゃないかなって。いじめられてるよ、俺。コンビニ旅出てる。モデチェック入ってください。あれ？あれ？あれ？モデが一ちゃん敵や。あ。いらんま。いらんか。いるって。えぐすぎ。ああ、モデが。モデが俺のこといじめてくる。無職スタンプいらね。いらね。無職スタンプいらね。2ヶ月で使わんくなるぞ。嘘ついた、3ヶ月や。まずいな、3ヶ月か。期間限定スタンプです。ナイスバッティーン。ATV が打ちますと。あー、打ちますと。終わった。ナイス。ナイス。
マシ様がホームラン打ちました。ナイスバッティングです。ね、今さふと思ってたんやけど、タバさんの信頼度無職から次何々って、まあおもろくはあるか。無職、無職から何々思ったんやけど、タバさんがこれ打ち気やで、金ピカになりき無職嫌やな。チキやから次から信頼度上げて、ま、魔物出ると信じて好きな時に魔物使うためにベンチに置いとくっていう可能性まである。でウサギこれベンチ置いとくのもったいないよな。ベンチ置いとくのもったいないんよな。まあさすがにここと変えるのは無理やで、これまであるのか。強いんやけどな、結構この能力の感じで打てんでな、どうすっかなって感じやな。ポータむっちゃ打つしな、なんかこれもあるけど、とりあえずあれかウサギが嫌になってもらおうかなっていうところですわね。ナイス、コンビギッコがまたプロの、プロへの道を歩み始めた。金ピカで無職か。デコポンは真面目やで、さすがやな。で3月までやるか、スカウトして中堅校やからスカウト行けるところ広がってるはずなんやな。ちょっとそこが楽しみですね。ああなるほど、むちゃくちゃいいやん。むちゃくちゃいいやんってあんまりあれやけどな。無職スタンプ、ああ、無職スタンプ出来上がるんやなっていう、ちょっとあるけどな、今。俺の葛藤。よしよし、よしよしなんやな。アイディアが溢れてるな。むちゃくちゃ上がる。ナイスすぎる。練習効率を上げて、無職から何々選手権なるほどな、選手権される。今からそこに何を入れるかの選手権始まる。ポコタ誕生日おめでとう。小麦っ子足いいなったで、足早なった。なんか出てくるはず、何も出てこん。無職から何々選手権いいよ開催、チーデスでもやってこ。わあ行ってらっしゃい。ミニッコもうそろそろコントローラー上げとくか。ミートいいなったしな、パワー上げとこう。で小麦っ子はこれいいな、ミートミート D まで行ったら、そっからはもうちょっと守備上げたいな。パターンどんどん上げましょう。よっちゃん足でよくて。じゃあホストでいく。じゃあホストでいくいな。ホストも。うわぁ、ホストなっちゃうか。わかる。ラーさんのそのわかるはあれか、あのキャッチャーの守備能力上げたいなの方のわかるよな。ホストわかるではないな。そうよな、よかったよかったよかった。
ハウさんだから、これ、代打とかで出す前提になってくるから、ミートあげよう。ホストであってほしくはなかったよね、別に。全くと言っていいほど。体育祭は、体育祭の後ドラフトやろ？一人ぐらいプロになるかな？違うか。違うな。さすがに違うか。うんうんうん、いいねいいねいいね。おーい、ナイス。パワー。騎馬戦で大活躍。あ、パワーかな、騎馬戦って。まあ、騎馬戦はパワーか。ナイス、暁。騎馬戦はパワーがものを言うぜ。やっぱりね、パワーがあるかないかで、だいぶ変わってきますからね。カターン頑張れ。よっしゃー、素晴らしい。みんな頑張れって言ったら頑張ってくれるんよね。素直。コミニッコ誕生日おめでとう。ドラフトなー、かからんやろな、一人も出てへんもん試合。ありがとう。あー、コミニッコさんね、ノリで練習する。違う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 。一回り大きくするためにな。一回り成長させるためにも、今のお前には、やっぱり今練習することが必要やでって教えてる感じ。ほんま、宮本あいつほんま。あいつがもうちょっと頼りになってたら、キャプテン。よし。これ、ウサギ、ちょっと一旦ガイアレギュラーあるな。こうかな、一旦。コさん、7割打ってんのよな。なんか見てたら打ってるイメージあるもん。ウサギ。こうか。これドラフトワンチャンかからんかな、誰か。プロ一人おるだけでな、ムードバツ消える可能性あるんよね。おい、ナイス弾道。ムードバツ消えると、おもおもさん。ムードバツ消えたらだいぶでかいな。丸うとい、今、やってるからな。さあ、あるんでしょうか、ドラフト指名は。県3回戦敗退の高校に。まあ3回ないないない、4、5、6ぐらいあって6。あー、呼ばれたー。呼ばれたー。プロ2人もいらん、プロ2人もいらん。1人で。あー、ナイスー。お二人もプロ輩出しちゃった、うちの。呼ばれててさ。二人も輩出しちゃった、プロ。一学年で。なかなかないけどな。まあ、締め合ってよかったな。はいはい、ちゃんとあるんですよね、特訓マスが。特訓マス混ぜてくるな。すごい、プロ入り2人はすごい、高校生で同じチームから、なかなかのね、してますよね。あ、パワー上げちゃうか。
で、ムイさんこれミートもういいで肩上げちゃって、違う違う違う、だってまだあなた2年生だもん、今呼ばれたら高校中退やでな。いいけど中退しても。来年、来年楽しみにしとき、来年呼ばれるから。今呼ばれても困るやろ。いいんじゃないか。暁強い。暁マジでね、バッティング能力がね、もう圧倒的になってきた。4番です。確かし。そう。これね、デコポンはピッチャーの特殊能力しか取れへんし、おももさんは一旦置いといて、高田しかいません、これ。熱い。阿部比か。うわ、阿部比やな。対左でもいい。対左か阿部比やな。でも対左 C やるんよな。阿部比欲しいな。来い、阿部比。あ、惜しいね。しゃあねえ、しゃあねえ。でも、この感じでさ、2人選ばれるんだから、来年マジで5人選ばれると思うな。ドラフト。何位でドラフト入るかやろ。もうそこまで来たら。1位で行こうぜ。あ、パムくん、こんちゃこんちゃ。パクパクしてる。定感ラインがね、始まってますから。ちなみに、一旦だからスカウト、もうそろそろスカウト来てくれてもいい頃やねんけどな。確かし、確かし、確かし。青いところ踏むか。いやマジでこんなあれが新入生のスカウトのあれが来ないんで、スカウトしちゃうか、もう自分で。これマジでね、やらない、やらないのはただ損。一回言っとくか、履歴書あるで。あー見て、中堅やからこんだけいける。一旦あれか、が嫌やな。ここかな、愛知、愛知か、結局愛知かい、結局愛知なんかい。おー、ふーん、ふーん、この人かも。135以上やろ、普通に速いしな。偏差値61も魅力的やね。あー頭良さそうな顔してるわ。使っとくか、もう一個。どうせ3年縛りやで終わりやから。もう一個外野多いところあったのはここや、静岡です。ちょっと待って、すっごい乗る。タブモンの上司バロタ。上司スカウトしてきたわ、今俺。ちょっと待って、これさすがにもらっとかないかんやろ。これ別に外野コンバートしてもいいしな。させ、来い。朝倉は同期なんや。オッケー、こんかったわ。一旦もう一回やりたいな。一回スカウト全部させにしよう。何回か行ったら気持ち変わってくれるやろ。多分今のさせ魅力的すぎやろ。こら笑うんじゃない、知ったよ今。変3回戦敗退じゃ、圧かけていきましょう。ああ、ありがとうございます。圧もう圧で、あ、君うち断ってどっかの高校入れると思ってるんや。ふーん、これでいこう。来た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 。君断って
まだ東海地区で高校行けると思ってるんや。ふーん、ふーん、ふーん。あー、そっちか。行く、行く、行く。こら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 。それやったら、ちょっと静岡の方で進学してもらって。愛知には来んといてほしい、普通に。愛知来たらもう、普通に困る。ポコタもカード集めてます。君、打席立つとき、注意した方がいいよ。あ、待って、間違えた。新入生スカウト行こうと思ったね。ごめん。ごめん、麦さん。こう、別れてもらわなあかん。まあ。県岐阜商業。まあ、そこなら許したろ。うさぎー。もうなんか、麦さん分かれへんねんけど。うさぎーがテンション下がっちゃった。もう一回行こう。さすがに。君、お父さんが愛知県の高校で教師やってるんだってね。お父さん、教師続けられるかな。愛工大名電遺跡。いけいけいけ。うわー、やっぱ、やっぱ、やっぱ釣るしかないんやって。こういうこと、こういうこと。やっと分かってくれたか。うちの良さ。脅した？ネチネチ？なんもうなんか何言ってるか分からん。全然何言ってるか分からんな。脅してません、脅してません。全然なんかあの、事実としてな。まあ、こういうことが起こりますよっていう説明をしただけ。ガハハハハ。なんか、やったことあるみたいな言い方やめて、ふくるさん。そんなことしたことないで。怖い怖い怖い。なんか、怖っ。家族 A さんにしたら怖っ。なんかそんなこと、あー、さとちゃん赤月が。うちでさ、来年、上と合併になるんだよね。もう、釣りがえぐい、釣りが。オトベルやってないよ。そんななんか、家族で釣るなんて。やったことない、俺。怖い怖い。なんかそんなことするの良くないと思う、俺。なんかさ、そういうのはやったら良くないと思う。なんかちゃんと正々堂々学校の良さで勝負した方がいいと思うな、俺は。うちはこういうのありますよ。こういうことがあっていいですよって。そういうのが大事やと思うな、俺は。そうだね。まさか、まさか、お父さんの来年の職場どうなるやろうなーって。そんな、そんな脅し、ないですやん。まさかね。ああ、野球部、学期無料。いや、あの、野球部も学期は収めていただきます。もちろん。そこはね、平等に。この良さで勝てるのか。希望して高校入ったのよ、どうぞ帰るのか。学校の良さで勝つしかない。あ、むちゃくちゃいい学校やん、ここって。なるしかない。どうやってなるんやろ。うちの学校のいいところ何？なんかある？あんまり俺は思いつかへんねんけど。すごい個性豊かなメンツが揃ってますよ、みたいな。ダメか。これ、暁4番としてチャンスとか上がらんかな。チャンスこれやな。これやろ。さすがに。チャンス C でかい。チャンス C でかかった。大丈夫。ばっかり言ってない。いやでもあれやで。さっきあれやで。偏差値61スカウトしたで。もう一人ぐらい。麦さんのライバル、麦さんのライバル拾っとく、ここらで。星ゴーマ、えぐ。でごぼこなってる。どうしようかな。あと一人ぐらいスカウトしよっかなって。足早くおる。あの、袋さん、総力 C まで上がったから。多分夏には B になってる。
さすがにダイソー一人な。もう君に決めたって一人だから。ピッチャーかな。ピッチャー一人連れてくるか。ね。おお。おお。片足だけ真相書いていた。オッケーオッケー、ナイスナイス。ちょっと待って、ちょっと熱いのおるな。全国大会優勝やって。これ、こんな。泉谷くん。君、あれでどうや。特待生でどうや。まあまあまあ。もっかい行くか。もっかい行こう。おむおむわー。なんかな。そうやって断っていいんかな。え、泉谷。まさか読み違うこれ。泉谷はね、福井かな。ピッチャー豪雨のところに唯一おった野手やね。ちょっと待って、ピッチャーのやつしかない。これな、なんか、いいか。泉谷か。まあまあまあ、読み方は人それぞれやでな。定量決まってるマジ。これはちょっと勝てんでな。玉持ち欲しいな。俺もオートベルも頭抱え。ウサギパワヒー、みんな取れるならパワヒー欲しいか。ウサギいいね。ローボールヒッターいいやん。熱いやん。俺もオートベルもアホと。もう何が言いたいか分かりましたよと。こっちかな。おー、いいね。うわ、熱っ、それ。うわ、ウサギも熱い、それは。固め打ち、あっち。おもむはどうでもいいので。どうしよんって、粘り打ち、どっちかな。こっちか。おもむが勝ち運になった。タブさんムード丸ナイツ？名前、オトベル。名称オトベルって気に知らんの？海文句。売り文句にするか。ああ、名称オトベルの名を知らないか。それで、高校球児やっていけるんかな。ゆするしかないか。名刺オートベルの名を知らないか、君たちは。どんまいどんまい。アルートキャプテンナイスよ。そう、これが熱いんよね、天才は。もっとやっていい、アルート。今の。うさぎ、誕生日おめでとう。任せろ、アイジル。もう、IGL は任せた。頼りにしてる。特訓マス。ない。野菜食って、食っとくか。え、嘘？袋さんの誕生日？え？ちょっと待って。ちょっと待って、二人とも同じなことある。違う違う、袋さんも誕生日おめでとう。今むっちゃ画面、コメント欄見ててさ、音聞こえてから向いたらウサギの誕生日やったの。ごめんごめん。フクロウさんも誕生日おめでとう。こんなな、同じ日なことないって、普通。違う違う違う。今のはごめんごめん。
今のは俺が悪い。あと特訓もさったらき。違う違う、ごめんごめんごめん、違う違う、頼りにしてる。普通に鎌田には逆らない方。なんかバシッつった今、ビシッって。ああすごい、2年生たらんでたらしい、たらんでたらしい。今マネージャーがビシッって言ってくれたらしい。頼りになるわ、マネさん頼りになります。違う違う違う、袋さん誕生日おめでとう。なんかご飯食いこう、飯行こう、飯。うん、足速くなるために魚食べさせてあげる。魚は足が速いから。麦のおごりなら行く。あ、オッケーオッケー。麦さんから財布借りていくわ。麦さんはちょっとあの人と会わへん、人と会わへんしてから。多分会えへんけど。もう財布だけちょっとうちに郵送してもらうから。麦さんのおごりで行こう。特訓マス来た、来い、いい感じの。オッケー来た、小麦っ子。キャッチャー行こう、キャッチャー。まあないと、まあないから、ラインドライブあるな。広角とラインドライブどっちかやな。まあ、かくらんでもいいんやけど。紅白角いっとくか。取れるよ。麦さんなら。あ、惜しかった。よし。今年が勝負の年。2023年です。まだ追いつけない。まだ追いつけないのか、俺ら、俺ら。え ?2023 年ま?エコンプはよし、肩いいね、いいね。守備捨て上がってきた。黒、妄想力 B になったわ。足速いや。瞬速履いてるわ、これ。いいね。厳しいか。まあまあまあ。多分60、70% とか、じゃあ 30% とかやからな。末吉。ほとんど、うん、悪いな。アルート17歳誕生日おめでとう。ちなみにもう10時ま。これ3月まで爆速で進めるしかない。なんでこんな進まん?なんもないのに。9月から何もなかったはずやのに、なんでこんな進まんねん。マイス様の動きが今日も軽快だ。素晴らしい。ナイス。なんでメンタルトレーニングで補給上がるんやろうな。永遠の謎。なんだそのスタンプ、初めて見た。集中力か、まあ、集中力はないか。もう2時間やでな。集中力はないに等しいか。もう人って集中力1時間続かんらしいからな。ハブスな、素晴らしいことに侵入せつかと来た。行くぞ泉谷、センターにの可能性もある。福井じゃないわ。あれどこやさっきの人。岐阜か、岐阜やわ。センターに県岐阜商業に決まってるわ。これな、愛知来た方がいいんちゃうか。愛知の方が合ってるんちゃう、ご飯とか。岐阜よりさ、岐阜よりも愛知ちゃう。愛知やったら中京に誘われてる。違う違う違う、今年甲子園行くうちやから。中京じゃない、中京じゃない。
おお、来たー。23時から命の奪い合いのバイトしようぜ。わ、バイトしないと。さすがに俺も達人に行かないと、バイト。ハム、ナイス。ちょっと待って、これさ、新入生が来たところで終わって、顔変えなあかんから無理か。うわ、新入生お預け食らうのむっちゃ嫌やな。麻痺様。麻痺様。もう少し頑張ろう。あ、あかん。あかん。あかん。ああ。あかんかった。やっぱ何回も根気よく行くことがだってさ、言うやん。もう、諸葛亮孔明をさ、誘ったとき、何回行ったって話、劉備は。3回行ったんよ。あ、みかん、あ、みかんちゃうわ、デコポンか。リアルバイトから帰還した。じゃあ、ちょうどええか。そう。そういうこと。諸葛亮孔明を仲間に引き入れるために、劉備玄徳は何回行きましたかって話。3回行ったんよ。そういうことやん。もう3回行かなあかんねん。で、欲しい人には、デコポンのコントロール5だった。もうピッチャーとして育てた方がいいまである、デコポン。こう、3個の例って言いますからね。あ、もう、3回行けってこと。あれやな、なかなか麦さん分かれへんな。赤マス不満からか。ナイス。2月1日来ちゃー。まあちょうどいいぐらいか。勝った D なる、勝った D なるな。いいやん。母さんもこれいい感じやで。ミート上げとくか。ちっちゃんミート上げて守備、おお、いいね。ちょっと足速くしとくか。さすがにウサギこれもうメインポジションが嫌にしたあかんわ。来年サードおらんなるわ。いいね。暁もよくて、ターブさんいい、ボタンもいい。オッケー。コミニッコ？コミニッコ？あ、よしよしよし、全然。よしさ。いいね。テレテテ。これさ、選手ってこっから名前とか変えたりせんか。呼び方はできるか。呼び方だけやな。顔設定もできるか。できるな。 OK。 一旦これ新入生まで見て終わろう。新入生ワクワクして見て、で、選手は明日作ってくるで。明日か明後日か、し明後日か。まあ、俺の気分が乗った時に作るから。それで行こう。新入生見たいよね、みんなも。おむおむー。おーい、なんか小麦粉関係者しか彼女できへんて。小麦粉がかわいそうだと思わないんですか？小麦っ子とおもおもが彼女作って、コミニッコはどうなるんですか。ひどい。アルートの進路について。そんな、アルートはプロよ。これは5欲しいな。5の練習欲しいな。
麦さんの力が。いや、コミニッコに届いてないって、麦さん。コミニッコも、なんとかしてあげてほしい。いいね。コミニッコにもどうか彼女を、あげてください。こんなに頑張ってるのに。黒さんも学力上がった。試験来た。サブさんは成績良くて、小麦っ子が成績悪い。タンタカタン。何やってんねん。勉強せえ、勉強。アルート?プロになれなかった時、だいぶ進路悩んでるやん。ああ、いいね、アルト。これの特訓マス踏みたいんやけど、今、練習効率上がってるで。総合練習5で、むちゃくちゃに能力を上げたい気持ちもある。いや、さすがに特訓マス踏むべきか。アルート進路に悩みすぎてる。君はプロになれるで。君の進路もう基本プロやで。プロ一本まである。来た来た来た、いいやん。いい感じだね。マヒ様もむっちゃ強いな。マヒ様むっちゃ強いな。なんか1年生これほんまにむっちゃ強いな。トタもこれ見アルートむちゃくちゃ進路に迷ってる。熱い男袋。これごめんな、おもむさんか小麦っ子にはちょっと。ほこたマジで、マジで彼女を守り続けるよ、みんな。マシ様誕生日おめでとう。デコポンウサギもモコもウサギじゃね。デコポンもピッチャー能力になるからな。デコポンもウサギ強くね、これ。パワーヒーやん、こんな。パワーヒー取るしかないやん。ウサギいける。ウサギー!パワーヒッターウサギ爆弾。ナイス、ナイス。さて、卒業式、本屋、頼む、本屋。今度は専門学校生、違うな、猿田本屋、職人、プロ野球選手、専門学校生、おーい、今回専門学校生を置いて、アイドル、よし。違うな、ちょっと待ってほしい、ほんまに。本屋おらんか、職人おっただけまあいいか。ナイス。うん、ナイス。あ、むっちゃ上がる、むっちゃ上がる、いいね。あ、むっちゃ上がる、むっちゃ上がる。あ、むっちゃ上がる、お、むっちゃ上がる。小麦っ子頑張れ。よし、ナイス。バイバイ会うのは二度と来んな。それはほんまにそう。それはもうほんまにそう。青沼はほんまに3年間ちゃんと幽閉したわ。いやーマジでちょっとな、青沼今青沼が悪いな。小麦っ子先輩が一人で
練習後も頑張っているのを目撃しました。小麦っ子さんやっぱり努力家ですか。さすがの、さすがの小麦っ子。デコポン誕生日おめでとう。小麦っ子も型 D になった。ナイス。春休み、特訓マスむっちゃくるな。タブくん頑張れ。あー惜しい。タブくん思いいね。麦さんもすごいバランス良くなってきた。オッケー、これはパンで肩そんないらんからな。足速くなってもらおうか、さとちゃんには。うさぎもだんだん上げとこ。マシ様もいい感じ。暁強い、いいね。強くなってきた。ここはルートかな、さすがに。低めか、さすがに一旦低め欲しいな。あ、厳しい。おい、ナイス。素晴らしい、素晴らしい。暁またホームシックなってる。去年もなってた。去年もホームシックなってた暁。お、臨時コーチナイス。これムードバツける。あ、乱調じゃなくなった。まあありがたいことではある。プロはね、これがあるんやな。でもプロテンション下げに来よるんやな。よし、新入生見て終わろうぜ。次誰にするかとかは後で決める。ちょっと待って。強い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 。さすがにレギュラー強すぎる。え、これ早急 F 消えたら最強やん普通に。誘っといてよかった。サセも見とこ。強い強い。サセも強いやん。サセこれダイダーで使いたいな。阿部ひもってるし。で、堀池は思ってたんと違う。思ってた。ちょっと待って、ちょっとあの右のさ、この漢字の難しいこの方さ、俺見たことあるんやけどさ。そうよね、さすがにこれ知ってるよな。ちょっと後で見るわ、後で見るわ。お、盗塁ええや。はい、見てろ。後で見る、後で見るやん。柳沼な、鹿沢な、下山な。まあもう、広角対決強いな。掘ったな。あ、まあまあ、お待たせしました、皆さん。じゃん。えぐい、えぐいの引いた。あったー、さすがに来たなー、これ。こら、レジェンド。こら、レジェンド、さすがに強いぞ。これ、熱いなー。二枚看板できた。これ、だって二番ってもう来た別府やん。熱っ。さすがにか。来た別府やな。この人、鹿児島出身やけど、愛知来ちゃったな。さすがに熱いか。まあ、でも、レギュラー、これ、レギュラーやな。さすがに。名称飛べる。まあ、さすがにな。呼べちゃうんやな。後で顔とかは、名前とかは後で変えるわ。てかもう今日は一旦これで終わりにしよう。さすがにもう2時間やってる。ふぅ。
カウトした人は全員来るんよね。フレップなかなか見込みありそうよな。なかなか見込みあるよな、この人。テレテテテン、アンラビー。さあ、じゃあ今日はね、これぐらいで終わりにしようかなと思いますんでね。見てくれた方ありがとうございました。こんな感じで今日は終わります。お疲れ様でした。おつべる、おつべる、タン、タン。いいな、そのチルスタンプむっちゃいい。タン、タン。じゃあ、お疲れ様でした。おつべる。どこどうしてこうか。